ですが、買い物に行ってとある、まあ、普通に道端である女性に会って、まあ、話しかけたりはしてないんですが、あ、綺麗だったなと思ってもう一回まだ1週間ぐらい行ったらたまたま会って、その時は運命かとは思いましたが、まあ、きっと違うと思います。そして大学入ってからなんで、大学1、2年どちらかですね。下北沢です。高校に戻ってもうちょっとやんちゃな生活をしてみたかったなと思います。両親に会いに行きます。ミスターコンテストでグランプリを取った時に嬉しくて泣いてしまいました。初恋はそうですね、小学校の時になるかなと思うんですが、告白もせずただ片思いのままで終わりました。同じクラスの女の子だったんですが、まあ、今はその子は何してるか分かんないですけど